Boarding time will start at 9:40. Mm-hmm. And first class lunch is after immigration security. Okay. Thank you very much. You're welcome. Enjoy your flight. Excuse me. Could I get a picture around here? You can take a picture of the facility. That's fine, as long as there's no staff around. Got it. Yes? No. I can move out of the way.皆さんこんにちは、大丸でございます。このネタ触れるかどうかいろいろ考えたんですけれどもね、虎の子のネタをぶっ込んでこのネタに触れてみることにいたしました。まあ本日もまた小野田大先生ネタなんですけれども、小野田氏のエティハド航空ファーストクラスラウンジ動画についてというタイトルで済ませさせていただきたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。2020年3月15日にアップロードされたエティハド航空ファーストクラスラウンジ潜入記っていう動画がアップロードされまして、まあそれがそこそこの再生回数を取っているような状況なんですけれども、この動画にはですね、決定的な落ち度があります。何が言いたいかというと、小野田大先生、この撮影をするのに許可を取ってないよねっていう風な話なんですね。いやいや、お前、正気かと、落ち着けと。それ、ちゃんと証拠があって立証できる話なのかと。で、もしそうじゃなかったら、これ名誉毀損とかそういう風な話になっていくと大丈夫かという風な声が聞こえてきそうな気がいたしますが、今回に関しては私は確信を持ってお話をしております。私、個人的な経験としまして、エミレーツ航空を使ってドバイ国際空港、または、エティハド航空を使ってアブダビ国際空港っていうのは何回もやってるんですね。多分10回近くやってると思うんですよ、2つ合わせれば。だから、諸国連邦にはそれなりの回数出入りしてるんですけれども、まあそれを置いときまして、その時にですね、私もやっぱり写真撮影とか動画撮影とかしたいからということでスタッフにお声掛けをさせていただくんですね。で、この辺撮ってもいいですかというふうにまあ聞くんですけども、そしたら絶対言われることがあって、スタッフは写すなって絶対に言われるんですよ。これ私今まで何回も声掛けさせてもらって何回も同じセリフが書いてきてるんで、これ間違いないです。これに関しては UAE 法に基づいて言われてるっていうふうな話ですね。日本みたいにお願いとかそういう甘っちょろい話じゃないんです。これは法律で決まった従わなくてはならない項目なんですね。それを踏まえた上でこちらをご覧ください。こちらが当該動画の問題の部分なんですけれども、スタッフが3人も映り込んでいるというふうな状況なんですね。こういう状況ですんで、断りを入れずに撮影している可能性が極めて高いというふうに判断できるわけですね。意図せず映り込んでしまったということであれば、モザイクをかけるかカットすることによって回避できますし、そうでないのであれば完全な規約違反ということになってしまいます。冒頭の会話についてちょっと説明させていただきますと、私が2020年2月14日にエティハド航空 A380 のファーストクラス、ファーストアパートメントに搭乗するぞって言って、アブダビ国際空港のファーストクラスチェックインカウンターで、チェックインを担当してくださったお姉さんとの会話の部分なんですね。翻訳がかなりざっくりしている点についてはお許しいただきたいなというふうに思うんですけれども、そして次に聞いていただきますのが、エミレーツ航空のファーストクラスに搭乗した際に、キャビンアテンダーの方が私の机の上に置いてある GoPro を見て、おっしゃった内容になります。They said you can just record everything, but the crew is no. Got it. Because it's like not allowed to in UAE. So, but you can just like record everything. But my face no. Thank you so much. いかがでしたでしょうか。私の英語力の低さ、ディクテーション能力の低さがさらされてしまっておりますが、その辺は多めに見ていただければ非常に嬉しいなというふうに思っております。とかくですね、スタッフが撮影されることに対して、まあ、非常にまあ警戒をされているというふうな状況ですね。まあ、これに関しては必ず絶対一言、スタッフは撮らないでね、スタッフの顔は映さないでねっていうのを絶対言われると。その上で撮影の許可が出ているわけですから、まあ、少なくとも我々としてはそれに従わなければならないということなんですね。なんで、今回の小野田大先生のですね、エディハド航空ファーストクラスラウンジでスタッフの顔を丸々さらけ出してしまっているというのは非常によろしくないということでございますので、まあこれについて早々に対処される方がよろしいのではないかなというふうに私としては考えているところですね。なぜ私がこの件に関して強気で言及することができて、それ以外のものに関して触れていないかというとですね、その落ち度があるとか撮影許可を取っていないっていうことに対する立証ができないからなんですよね。実際に例えば画面で映されていない部分で許可を取っている場合っていうのもありますし、まあ仮にそうだとしたら多分その許可を取ってるっていう話もするんでしょうけども、まあその辺に関してはあまりちょっと深入りしませんけれども、まあそういった話がある上で、今回の話については許可を取っていたら起こり得ないことというのが起こっているというのを私自身が独自の資料という証拠に基づいてお話しすることができたから、今回こういう風な動画が作れたっていう風なところもあります。まあ一時はバンジーとは言いますけれども、小野田先生がこの動画で無許可撮影をしていたっていうことが明るみに出たからといって、その他全ての動画においてやりたい放題の無許可撮影をやってるかっていうと、それはまた別の問題なんで、10杯一からげにせずにね、それぞれは個別の案件として考えていく必要があるんだろうなという風には思っております。ここまで小野田大先生の動画にいろいろとこうケチをつけてきたわけなんですけれども、そこまで言うんだったらお前はちゃんとできるのかというふうなお声が聞こえてきそうな気がいたしましたので、ここでですね、私が僭越ながらお手本を示そうかなというふうに思うわけですね。
私が2020年2月14日にアブダビ国際空港のエティハド航空ファーストクラスラウンジを利用した際にですね、許可を得まして中の撮影をすることができましたので、そちらをお届けしたいと思います。ちなみにこの時なんですけども、ラウンジの中のスタッフ、女性の方なんですけども、1名私のそばについてくださいまして、ラウンジの中の設備ご案内いたしますよっておっしゃってくださって、全部案内してくださったんですよ。全部って言っても、レジデンスに乗った時に使える専用の待合室っていうのは使えなかったんですけども、それ以外のすべてのお部屋、見せていただくことができましたんで、そちらもすべて含めてこちらで先行解禁という形で皆さんに先にお見せしてしまおうというふうに思います。で、結論にこれがあるべき姿というふうに書いておりますが、今回私が撮影した動画、こちらにアップロードしている動画というのは、スタッフが一切映っていない状況で、撮影することに成功した動画でございますので、ご堪能いただければというふうに思います。それでは参りましょう。アブダビ国際空港ターミナル3の中にありますエティハド航空ファーストクラスラウンジ&スパ。こちらの入り口から中に入りまして、チケットをチェックされた後、中のエレベーターに乗って2階へと進んでまいります。チケットをチェックする際にお姉さんが撮影の許可も OK いただきましたので、気持ちよくカメラを振り回してはいますが、不測の事態、変な映り込みがないようにということでね、ちょっとカメラを伏せがちに、撮影の方を進めていっているようなところでございます。こちらが入り口ですね。これランの花だと思うんですけど、非常に綺麗で心が癒されるなというところなんですけども、入り口進んでまいりますと左手側ですね、こちらの方に、アラビックコーヒーとデーツを取り放題というふうな状況で、セットしてくださっています。奥にあるのが、フルーツ、多分この柑橘系のものだと思うんですけど、を漬け込んだ、フルーツウォーターというんですかね、そういったものがご用意されているような次第でございます。で、こちらがエントランスの一番大きい部分ですね。で、中に進んでまいりますと、こちら、左上に見えておりますのが、シガーバーと呼ばれる、葉巻が吸える空間なんですね。普通のタバコも多分吸えたと思いますけども、で、それ以外の部分に関しては多くの部分がダイニングスペースということになっています。まだ時間が早いせいか、ラウンジの中にはお客様は一人もいらっしゃらず、私一人というふうな状態でして、こちら画面右の方ですね、バーカウンターとその先にも空間がありますが、こちらの方を後で探検することにいたしましょう。まずは席を取りまして、こちらの、ダイニングの方で何か美味しいものを何点か、頂戴してみたいなというふうに思いまして、こちらの方で座席を取ることにいたします。真っ白なテーブルクロス、白くて綺麗な食器、シルバーのカトラリー、でからグラス、こういったものがまた食欲をかき立ててくれるというふうな状況でございます。担当の方がついてくださるまで外の景色でも眺めながら待ってみることにいたしましょう。ユニークな形をした管制塔、それから晴れた空と空港が一望できるような景色が広がっております。スタッフの方がすぐさまメニューを持ってきてくださいました。魅力的なメニューの名前がずらっと並んでおりますが、ここで食べ過ぎてしまうと飛行機の中で食べるものがなくなってしまいますので、泣く泣く何点かに絞ってこちらの方で、いただいてみようかなというふうに思う次第です。こんな時無限に食べれればいいなと思うんですけれどもね。メニューを選びながらふと外を見てみますと、サウディアの A321 がスポットインしようとしているところですね。そしてその奥、今ちょっと画面から見切れてしまってますけども、エジプト航空の航空機の尾翼が見えます。こちらにデザインされているのは、エジプト神話だったかなの、天空の神ホルス神だそうでございます。この後ラウンジの取材をしっかりしないといけないので、あまり飲んだくれている場合ではないんですが、とりあえず一杯だけいただいておこうかなというふうな気になりまして、今ロゼシャンパンをついていただいております。銘柄は確かシャルルエドシックっていうふうに言ったかなと思いますけれども、すごいさっぱりとした口当たりで飲みやすいロゼシャンパンでございました。もし皆さんも、飲む機会があったらね、多分普通に日本国内でも入手できる、お酒だと思いますので、ぜひお試しいただければいいかなというふうに思います。ちなみに視聴してくださってるお客様の中でシャンパンをお好きな方ってどのぐらいいらっしゃるでしょうかね。私シャンパン詳しくなりたいなと思って、六本木にあるシャンパンバーなんかに行ったことがあるんですけども、無限に金がかかるんだっていうことが判明して心が折れてしまいました。とそんな話をしているうちに食事が始まりまして、パンとサラダをお持ちいただきました。このサラダにコーンを使ったドレッシングというのをかけていただくんですけれども、これがまたね、なんか甘すぎずちょうどいいさっぱりとした味でね、非常に食べやすかったです。外食では野菜の摂る量が少なくなってしまってバランスを崩しがちですからね、こういうところでしっかりいただいておこうかなというふうに思う次第です。こちらがメインなんですけども、アラビア風ステーキみたいなことが書いてあったような気がするんですが、これシンガポールのサテーっぽいですよね。なんかすごい似てるなというふうな気がいたしますが、いかがなもんでしょうか。メインのお食事が終われば、次はデザートとカフェの時間でございます。まあこれだけでも5種類ね、選ばせていただけるというふうなことなんですけれども、私自分が頼んだものの名前をね、すっかり忘れてしまいまして、こういうものなんですけれども、ちょっとこの白いものが何でしょうね、ちょっとプリンっぽい感じになってるんですけど、パッションフルーツのジェルとか乗ってるから、多分さっきのメニューでいくと上から2番目か3番目のやつだと思うんですけども、まあさっぱりして非常に美味しかったんですけれどもね、ちょっと名前をすっかり忘れてしまいました。そしてこちらですね、多分パンナコッタだと思うんですけれども、ちょっと自信がありません。どれも非常に美味しかったです。お腹いっぱいになりましたんで、仕切り直しということで建物の中を探検してみることにいたしました。こちらは、館内にあるトイレなんですけれども、非常に内装がユニークで美しいですね。そしてこちら、シガーバーの中に入ってまいりました。
文字通り葉巻が吸える空間ということなんですけれども、壁の装飾の中には、ブランデーとかウイスキーなんかも置いてあります。自分の家にこういう空間が持てればベストなんですけども、それはさすがに難しいかなというふうな気がしております。このソファーすごく座り心地がいいんですよね。私お酒は大好きなんですけれども、そんなにこう舌が効くわけでも詳しいわけでもないんですけども、まあとりあえずこの棚の中に入ってるお酒がものすごく高級なんだろうなっていうことぐらいはなんか勘でわかりますよね。そしてこちら葉巻が入っているボックスなんですけれども、この中にある5種類から好きなものを選んで吸うことができるというふうな話だそうですね。ちなみに私もともとタバコを吸っててやめた人間なんですけれども、今回、久しぶりにタバコを吸うにあたって一番軽いやつ、初心者でもいけるやつを、吸わせてくれないかということで、スタッフの方にお願いしてご用意していただく運びになりました。今映されているのが葉巻を吸うためのアイテムですね。虫眼鏡は何なんでしょうかね。ちょっと表に今出していただきましたけど、こちらプリミキシングライターというね、今法律が変わって機内に一つしか持って入れないものなんですけれども、これからこちらで、葉巻に着火をしていきたいなというふうに思います。それではこちら火をつけていただいた葉巻に挑戦してみたいと思います。普通の紙巻きタバコ、あの市販品ですね、ああいうものと違ってフィルターがないので一気に吸ってしまうと肺がとんでもないことになるということでね、香りを楽しみながら、まあ、口に含んだり、まあ、空気と混ぜてみたりいろいろしてながら試してみるというのが2の楽しみ方なんだそうでございます。ちょっとその辺は私もそんなに経験がないのでわからないんですけれども、こちらの方で紅茶とチョコレートを用意していただきまして、まあ、こちらと一緒に、ゆっくり、20分ぐらいかな、ゆっくり吸う時間がありましたので楽しませていただきましたというふうな状況でございます。もし葉巻やられる方がいたらね、いろんなどんな銘柄がいいかとかまた教えていただければ非常に嬉しいなと思います。さて場所を変えまして、こちらはバーカウンターです。カクテルが飲みたいなと思いましたので、コスモポリタンというカクテルを作っていただきました。それを飲みながら、ちょっと気分転換をしているところでございます。そしてこちらおつまみで出していただいたあったかいナッツなんですけどね、あの私嫁と一緒に何回かこのエティアド航空に乗ったことあるんですけど、このナッツが大好きだってね、嫁がすごい喜んでたんですよね。すぐ近くの液晶テレビに出発案内が出ておりまして、私の搭乗する EY454 便シドニー行きというのは、10時40分に出発というふうな状況ですね。まだ全然時間がありますんで、もうしばらく、ラウンジの中を探索してやると思います。こちらが、全体像というか、ぐるっと館内を見渡してみた状況なんですけれども、今ラッキーなことに誰もいないので、こうやって全体を見渡せるような動画を撮れています。先ほどまではダイニングスペースとかバースペースを映し出していましたが、こちらがラウンジスペースということで、くつろぎの空間、こちらにこんな感じでご用意してあります。ソファーが一つ一つでかくてゆったり座れるような感じ。そしてこちら、謎の休憩室というかなんというかなんですけども、この前にデカデカと映し出されている、この、なんか、眠りを誘うような CG というかなんというか、これは何なんでしょうかね。私なんかこういうの見ると逆に目が冴えちゃうパターンなんで、これを見ながら眠りに落ちるっていうのはちょっと難しいのかなというふうな気がいたしますけれども、これ実は結構好評らしいですよ、この空間というのがね。だからここでちょっと仮眠を取る方っていうのは結構いらっしゃるようで、不思議なもんですね。それでは次の空間に移ってみましょう。こちらがフィットネスルームですね。小野田大先生がこの中で運動していたようなんですが、まあそれはこの撮影からおよそ1ヶ月後ぐらいのことですかね。ちょっと前面がガラス張りになってしまっているので、私自身が映り込まないようにということでね、モザイクをかけさせていただいておりますが、こんな感じで、ラウンジの中に運動スペースがご用意されています。これ日本の空港でもこういうのあるとめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですけども、これはなかなかやっぱり、まあ特にその昨今のコロナ絡みの件から見ると、まあこういうのを実現するというのは非常に難しいかもしれないですね。私はちょうどこの時にスーツしか持ってなかったもんですから、中で運動するということができなかったんですけれども、中でこんな感じになっております。また世界が元通りになったらね、まあ、ここで運動してちょっと一汗かいて気持ちよく飛行機に乗るというのもよろしいかもしれません。こちらが、シャワールームとトイレですね。全体的にシャワールームの数があんまり多くないような気がいたします。結構これも部屋として小さかったですしね、なんか空港とかラウンジのサイズに比べてシャワーの数っていうのがあんまり多くないなっていう風なのがちょっと気になりましたが、皆さんそんなにこの部屋を使わないんでしょうか。まあなんか成田空港から出発するときなんかも、なんかシャワールームはずっとなんかキャンセル待ちですみたいな状態があったんで、シャワー浴びる人って結構多いのかなと思ってたんですけど、そうでもないんだろうか。または日本人がズバ抜けて風呂好きなんでしょうかね。ところ変わりまして、こちらがプレイルームということで、子供向けの部屋だと思われますが、中を入ってみますとですね、こんな感じですごい軽い、ポップな感じの内装に仕上がっております。まあ本当にお子様向けっていう風な感じですね。テレビゲームもできるようになってるみたいですけどもね。まあ確かにここであの CNN とか流されても子供さんたち全然わかんないだろうしな。と10歳ぐらいまでかな、低年齢層向けのための部屋という風なことでご用意されているようですね。いや10歳は言い過ぎかもしれないですけども、それでもやっぱりこういうのがあるとね、お子様連れの方とかはね、非常に、やりやすいんじゃないかなというふうに思います。そしてこちら画面が変わりまして、
追加費用を払うことによって使える個室のラウンジということになっています。ダイニングテーブルも用意されていて、さっき、ダイニングスペースで食べたものと同じものがこちらに持ってくることができるというふうなことなんですね。その追加費用っていうのがね、ちょっとすみません忘れましたけども、結構高かった記憶があります。でも、ファミリーとか VIP とかで使うんだったら全然問題ないですよね。ファーストクラスラウンジ&スパっていうそのスパの部分がこちらです。シックスセンジズスパというところなんですけれども、この中でマッサージとかね、昔はこれシェービングサービス、ヒゲ剃りですね、そういう風なサービスもあったんですが、まあ、今回そのヒゲ剃りのサービスはなくなってしまったということで非常に残念だったんですが、マッサージしっかり楽しませていただきました。ということで、空港の様子を眺めながらですね、まあ、今回動画は終了していきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。エティハド航空ファーストクラスラウンジの、中の様子をお届けさせていただきました。これね、結構スタッフの方が心よく協力をしてくださいまして、やっぱりそのちゃんと声をかけて許可を取るとね、まあプラスアルファでいい映画を撮らせていただけるなんてこともあるかもしれませんので、まあそこは堂々と言った方がいいんだろうなというふうな気がいたします。まあ今回に関してはスタッフの方のご好意でね、まあ非常にいい映画を撮らせていただきました。ご視聴くださったお客様にもいいものがお届けできたんではないかなというふうに思っております。まあ、この後ですね、今編集しているところではありますが、エティハド航空 A380 ファーストアパートメント搭乗動画というものをね、皆さんにお届けしたいと思いますので、引き続きご覧いただきたく、チャンネル登録、高評価してお待ちいただけますと幸いでございます。緊急事態とか自粛とかでね、外に出れてない方多いと思うんで、まあ、ちょっと気分転換になるような動画をこれからもお届けしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。